回はね、趙雲のハラスを中心に動きたいですね。味方のサポートよりは。とにかく序盤趙雲徹底的にハラスしたい。で今回は第一の原力かな。ジップはあの瞬間ダメージが高いナタリアとかとはめちゃくちゃ相性いいですけど、あーくそ、ナイス。とにかくひたすら趙雲に嫌がらせをする回。ひたすら趙雲に嫌がらせをする回。あ、ダメだった、申し訳ない。でここはさすがに敵レーナーも駆けつけちゃったね。がこれはあーダメだ、取れなかったね、申し訳ない。まあまあ別に近くないと両手に近くないと、ここでドラゴン取れたのも大きい。でここにはあー入っちゃったか、残念、入れさせたくなかったな。おっと趙雲がいるね、趙雲がいる、趙雲がいるぞ。ここは視界を取ってく、がっつり嫌がらせする。でそこから来るから、でここで当てる。でそのまま行く。はい、であクリシーがいるね、クリシーいるけど、あダメだ、これは申し訳ないね。おっとおっと、これはまずい、これはちょっとまずい。ギリ許された、ギリ許された。金銭面的にはめちゃくちゃ勝ってるね。でジャングルの成長の差が大きいと思う。今ジャングルめちゃくちゃ成長差ができたよね。これなんすよ、あのジップいるとほんとジャングルの成長阻害がめちゃくちゃはかどるんでね。もうこれなんですよね。これなんですよ。多分今向こうの中ではきっとレーナーとあの趙雲が喧嘩してると思います。仲間割れを誘発するというのがねジップなんですよ。さすがに、さすがに学習したね。でもまたこっち来てるぞ。青バフにこだわるとあんまりいい結果にならんぞ。おっとやばいやばいやばい、これはまずい。ナイス。ナイス。いいね。ナイス。おっとちょっとまずいまずい。おっと趙雲も見えた、趙雲も見えたね。がまあここは、ここは一旦ここでリコール。
で、ここはちょっとクリシー捕まえたいね。ナイス。で、こっから来た超運を捕まえる。ああ、しまった。ああ、でもよかった、ナイス。これも多分超運心が折れたんじゃないかな、さすがに。さすがにこれはもう心折れたでしょう。よっしゃ、バフありがとう。おっと、ちょっとまずいね、ごめん。これはちょっとまずかったね。で、近づきさせたくないか。お、あー、くそ。はい、ここのターン折れました。やりましたね。あー、でも中央ちょっと折られちゃったね。まあ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 、でこっから多分来るから。あ、怖い。うん、この人たち結構攻めるね。うん、ナイス。いいね、このチーム本当いいね、動きやすいわ。まあでもただね、ノイがいると本当復帰は早いね。まあ復帰は早くてもね、成長できなければ意味がない。あんなに頻繁に戻ってたら多分ミニオンの金入らんからね。敵が、降参しましたね。心が折れたみたいです。きっと多分超運の心が折れたと思います、これは。この序盤のハラスはね、本当ペニンとかね、超運に対してはめちゃくちゃ刺さるんですよ、このハラスが。他のサポートと違って本当にハラスが得意なんでね、ジップは。今回は構成がめちゃくちゃ刺さったと思います。はい、ここまでが実況の動画となります。ジャングラーの金センサーを見てみると、バタフライの6000に対して超運はたったの3000しか稼げていません。超運はキルアシストを取って成長するタイプなので、序盤にこのようにこけてしまうと、再浮上するのが非常に難しいキャラクターとなります。そのため試合序盤での、サポートによる、ジャングルへのハラス視界取りが非常に重要となります。正直今回敵のジャングラーとあとレーナーはそれなりにジップの動きを理解して、このハラスを阻害しようと頑張っていました。なのでこの辺りのチーム連携は、結構良かったのかなと思います。特にクリッシーは、ジップの S1 の、車線を阻害するように動いていたので非常に好感が持てます。構成的にはこちらが非常に有利な構成だったので、まあ、正直今回ジップの行動を阻害するのは難しかったのかなと思います。ただしサポートに関しては、少し注意しないといけないところがあって、味方がジャングラー超運をピックした場合は敵のカウンタージャングルを、まず警戒すべきだと思います。こちらのジップの位置を把握できていれば、超運ももう少し動き方が変わってたと思います。それでは今回のハラス実践動画を終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。